もしもーし。<laughs> 起きてたなんだか、久しぶり、だね。私と喋れなくて、寂しかったんじゃなくって あそうでもないって今言わなかった気のせいそっか気のせいかならよかったいいよ、元気してるかなって思って。 電話してみたのあと私のことを恋しいんじゃないかなって思ってそれなりに元気だったけど確かに君と電話できなくって寂しかった。 ちっと録音しとけばよかったなぁ。うんうん、なんでもないよ。ねえ、そろそろ白状してくれてもいいんじゃない好きなんでしょ私のこと。 いいよ、そんな無理して隠さなくって。君が、私のことを、どんだけ思ってるのか、わかってるから。い、そんな。遠慮する必要ないんだよ。 好きなんでしょ好きって言いなさいよ。あ,あ好きなんだろはっきりしろよ。私のこと好きなのか 嫌いなのかどっちかしかねえだろ男のくせにうじうじしてんじゃねえよ。 私のこと、好きって言った <laughs> 明日、直接、聞かせてくれる <laughs> 嬉しい。 私たち、両思いってことでいいんだよね。そうだよね。明日、朝の9時に屋上で待ってる。 <laughs> 約束破ったら分かってるよね約束は絶対だからなああともちろん分かってるだろうけど私の本性 誰かにバラしたらどうなるか分かってんだろうなそれありきで私のこと好きなんだろなら だけどほら、年には年をっていうじゃない <laughs> じゃあ、明日の9時に、屋上で。<laughs> じゃあね。